はい。皆さん、こんにちは。熊沢でございます。えー、本日は映像のお話でございまして、ログ撮影をしようぜ、みたいなことをですね。まあ、いろんなところで言われたり、聞かれたりとかされる方いらっしゃると思うんですよ。えー、っと、いわゆるそのビデオガンマではなくて、ログガンマで撮影することで、後の編集が非常に自由度が高くなるぞ、みたいな感じでね。ログと。 え、いうことをいろんなところで耳にするんじゃないかなと思うんですけれども、あ、ログってそもそも何だというところをですね、理解することによって、ログで撮影する優位性をね、えー、感じられるんじゃないかなということで、今日はログ撮影にまつわるお話、それからログって何だろうねっていうお話をしていきたいと思います。で、今実際に皆さんに見ていただいているのが、 パナソニックの V ログで撮ったものですね。もうまんま、もう何もいじくってない状態がこのログという状態です。まあ、正確にはログガンマで撮影されたデータということなんですけれども、えー、普段僕が YouTube チャンネルで撮影して公開しているものは、えー、通常のビデオガンマで撮影しています。 で、いわゆるパナソニックのシネライク D2 というもので撮影したもので、まぁいろいろちょっと色いじくり倒して公開してるんですけれども、今日はもう純粋なログで撮影されたまんまの状態で、えー、ご覧いただいております。はい。じゃあこのログガンマって何ログって何っていうお話なんですけど、えー、っと、ちょっと順繰りにお話ししていきますね。まずログっていうのは、 えっと、そもそも、フィルムで撮ったあデータ、データじゃねえわ。フィルムで撮った場合はデータじゃないですね。えフィルムで撮影をしますよ、と。そうすると、ネガフィルムに、えー、光の情報がこう、焼き付けられてるわけですね。で、それをデジタルで編集したいと、えー、いう時に、要はそのデジタルにしなきゃいけないわけですね。まあ、読み込むなり、コピーするなり、何かしらの形でサンプリングしてデータにしなければならない。 今はもうデジタルが当たり前の世界ですけれども今こうやってカメラで収録したりえー、音声を何かしらの形でレコーダーに収録したりっていうのはアナログ信号をアナログ信号というかアナログのまあ波長を何がしかの形でコンピューター上で再現するためにサンプルを取らなきゃいけないわけですよ それをサンプリングって言ったりするんですけれども、まあ、それが、えー、例えば、えっ、ー、と、カメラの場合は、デジタルカメラの場合は、センサーの上で、それをキャッチして、中の映像エンジンでそれを解析して、まあ、SD カードなり CF カードなりに記録するわけですね。音声の場合も、マイクを通過して、マイクについている振動板、ダイヤフラムとか、そういったもので、えー、その波長をキャッチして、 強さだったりとかっていうのをキャッチして、えー、レコーダーに入って、レコーダーの中で、えー、こういう風な感じですよって、まあ数値化して、まあ、これぐらいの音量ですっていう感じなわけですよ。で、絶対にアナログのものをデジタル化するときにっていうのはデジタイズであったりサンプリングっていうのを通んなきゃいけないんですけれども、そのフィルムをデータ化する際の まあ、一つのフォーマットとして出来上がったのがログなんですよ。で、ログっていうのは、なんか、対数っていう意味を持つ言葉の頭文字3つ、L, O, G でログになった経緯が確かあったんじゃなかったかなはい。で、この最初に出来たログっていうのがシネオンログと呼ばれるもので、あの、フィルムメーカーでおなじみ、コダック社が作ったものなんですよね。で、 現在、えー、デジタルシネマカメラっていうものが多く普及していて、我々が使うようなデジタル一眼カメラも、えー、ログ収録ができるカメラがすごく増えてきました。で、デジタルシネマカメラであったりとか、えー、デジタル一眼カメラっていうものに搭載されているログっていう、ログ収録ができる機能っていうのは、まあ、各メーカーがシネオンログっていうものを元に作ったログガンマなんですよ。だから、 えっと、共通して使うことがで基本的にはできない。それぞれのメーカーの、まあちょっと、こう、色がついてるというか、えっと、今日、全く同じものに同じグレーディングを施しても、えっと、同じ結果が生まれないっていうのは、どうしてもあったりする。っていうのがちょっと一つあったりするんですよね。で、これがまずログの起こりです。で、じゃあ僕らって、 フィルムを、えー、っと、ログスキャンして、グレーディングするっていうことをしないじゃないですか。僕らは目の前に広がってるアナログの光景をデジタル一眼カメラなり、デジタルシネマカメラで、えー、っと、シューティングするだけなので、そのフィルムをっていう場所いらないでしょいらないじゃない じゃあ、別に通常ビデオガンマでいいんじゃないのって思われがちな人もいるんですけれども、えー、っと、フィルムっていうのは、そもそも、えー、っと、特にネガフィルムね。ネガフィルムっていうのは、すごく独特な、えー、っと、感、感性というか、思ってる、特性を持ってるんですよ。で、なぜネガフィルムが、えー、っと、長く愛され続けたかというと、人間の、 視覚と非常に似た、えー、こう、観光特性っていうのを持ってるんです。光を感じる特性っていうのを持ってるんですよ。で、この特性っていうのが、あのー、直線じゃないんですよね。直線じゃないの。どんな光情報も、こう、直線的に捉えてるわけではなくて、 暗いところと明るい、すごく明るいところ、極めて暗いところ、極めて明るいところっていうのは、よくフィルムって暗部粘るとか、ハイライトが粘るとか言うじゃないですか。で、いわゆる普通のビデオガンマって粘らないんですよ。これ何の違いかっていうと、いわゆるそのネガフィルムの特性、あるいは僕らの肉眼の特性で、限りなく、 暗いところでも、限りなく明るいところでも、なんとか認識できる、認識しようというふうに働くんですよ。で、それって、まあ、リニアな働きではないんです。直線的な働きではないんですよ。で、フィルムの特性として、やっぱ、シャドウ若干粘、粘るんです。なんか、潰れてるようでディティールがちゃんと見えてるし、ハイライトも飛んでるように見えてディティールは残ってる。っていうのがあるので、えっ、ー、と、ネガを現像するときに、 その観光を調整してね、現像液につけてる時間で、あの、もっと明るくしたり暗くしたりってことができたりするわけ。で、もっとこう、シャドウをとかハイライトを戻すみたいなこともできるわけ。そうすると、情報自体は残ってるから、戻してこれるよね。っていうのが、まあ、ネガフィルムの、もう最大のメリットだったんです。それがポジフィルム、いわゆるリバーサルフィルムとの、ま、決定的な違い。で、 そんな特性を持っているフィルムをデジタイズする。要はそのデジタル化するために作られたログっていう特性は、ガンマは、そのフィルムが持っている特性を損なってはいけないわけですよ。なので、ログガンマっていうのも非常に可能な限り情報を残しておけるようになってるんです。 で、さっき言ったようにそのログっていうのは対数って呼ばれてたりするので、こっからはね、数学の話なので、僕も全然理解できてないんだけど、要はビデオガンマ見たく直線的に、あの、例えば10点ビットであれば、1 0あ、じゃ一千二2 4の階調があるわけです。その階調のもう、キワきキワ上のところとキワきキワ下のところに、えっ、ー、と、均等に、 ではなくて、直線的に単純に、ここの情報はこれです、これです、これです、これですって埋め込んでっちゃうのをリニアと呼ぶわけですよ。<laughs> なので、それで取ると、もうここの数値はこれって決まってるわけなんですね。じゃあ、ログはどうなんだっていうと、ログは、ログでデジタルなんで、もうすでに決まってるんです。ここの情報はこれです、ここの情報はこれですってのは決まっているんだけど、光情報っていうものが存在する中で、 えー、1024、10ビットでいうところの1024という会長の中に効率的に可能な限りバランスよく光情報を収めようぜっていうのがログなんです。なので、なぜ各メーカーが、各メーカーのログを持ってるかっていうとデジタルカメラにおいてはセンサーの性能っていうのがどうしても制限にあるわけです。 ある A 社が作ったセンサーと、ある C 社が作ったセンサー、ある S 社が作ったセンサーっていうのは、それぞれ、やっぱ性能、特性っていうのは違うんですよ。だからそのセンサーが持つ、可能な限り、光情報を、過不足なく、収録できるように考えられたのが、各社のログガンマなんですよ。ログカーブなんですよ。 ここまで理解すると、ちょっとずつ、えー、ログで撮る有用性っていうのが見えてくると思うんですけど、じゃあなんでログで撮った方が編集幅が広いのっていうと、えー、っと、その、センサーが持ってる能力を可能な限り最大限、活かしながら光情報を記録するためのカーブなので、もちろん、 あの限界はありますよ限界はあるんだけれども今皆さんが見ていただいているこのログっていうのはおそらくここはシャドウになってくるここもシャドウですでここら辺なんかハイライトなんだけど可能な限りフラットに見えるじゃないですかでこれをいわゆる通常ビデオガンマレック709の色域の中に 収めるように、LUT というものを当てがうと、こうなるわけ。ようやくメリハリのある絵になってきましたよね。で、ここでルックアップテーブル、LAT っていう話も出てくるんですけど、だからログっていうのは、よく、えー、後の編集がしやすいようなデータですって言われるんですけど、間違ってんだけど、正確じゃなくて、そもそもで、 えー、外から受け取る光情報っていうのを、えー、っと、こうね、もっと、もっと詳細に、もっと、えー、レンジを重視して記録しておくためのフォーマットなんです。だから、もうネガと近い特性を持った記録方式なんです。はい。で、まあ、それができるようになったのも、ほんと最近、その、 デジタル一眼カメラでできるようになったのもほんと最近の話で、そもそも1 0ビットで撮れるようになったのも最近の話。そもそもで写真撮るカメラなんでね、一眼カメラって。それができるようになってきたので、いよいよ映像は本当に本腰入れてデジタル一眼カメラで撮っていける時代だよねってなってるわけなんですよ。はい。ここまで OK。で、えー、っと、このネガフィルムと同じような特性を持ってるおかげで、シャドウも えー、なるだけ潰さないように、ハイライトもなるだけ飛ばさないように収録することができるようになってるんです。でもビデオガンマも、えっと、そのセンサーが持ってるダイナミックレンジ自体が広ければ、可能な限り飛ばないように、可能な限り潰れないように撮ることは可能なんだけど、えー、っとですね。 それ、そのものが持ってる性能自体が、もうネガフィルムの特性じゃないんですよ。なので、ちょっと行ったらもう飛ぶし、ちょっと行ったら潰れるみたいな、そういうニュアンスなんだけれども、この、ネガフィルムが持ってる特性のおかげで、この、可能な限り、こう、ディティールが残ってるでしょこれ、ビデオガンまで撮ったら、もう、僕の、多分この、これ、 シワが見えない。もちろん、こっちの明るさをね、もっと明るくしちゃったら、いずれ見えなくなっちゃったりはするんだけど。可能な限り、シャドウ、このハイライトが粘って残ってくれる。このディティールが。とかっていうお話なんですよ。面白いでしょ。でもこれ、ビデオガンマで見ると、もう多分潰れちゃいます。これまんま、まんま当てると。まんまビデオガンマに戻すと、もう飛んじゃってるはず。 なんですよ。まあ、そういう特性があって、ログガンマを選択する。わけですね。はい。で、さっきちょっとラット、ルックアップテーブルの話出ましたけれども、このルックアップテーブルっていうのは、基本的には、えー、ログのデータを、REC709 のビデオガンマに戻すための、すごく平たく言うと、カラーフィルター。まあ、中には数式みたいなのが入ってるんですけど、本当はね。 本当はその LUT っていうのは単なるフィルターではなくて数式がそこに埋め込まれていてその対数的に取られているログガンマのデータにその数式的なフィルターを当てることで、えー、ビデオガンマに戻していくっていうことになってるわけ。内部構造としては。なので結論としてすごく簡単になぜログ撮影をするかっていうと、えー、非常に広いダイナミックレンジで 撮影しておくことで、後に白く飛ばす、黒く潰すみたいなところの非常に極めて、えー、端っこにある、トップエンド、ボトムエンドにあるようなところのディティールをどう見せるかっていうところをより詳細に作り込んでいけるための撮影手法だからってことです。なので、えー、っと、被写体があって、 そこが適正に見れることができれば、シャドウは潰れててもいいし、ハイライトは飛んでてもいいっていう、撮影スタイルの方であれば、わざわざログで撮る必要もなかったりはするんですよ。ただ、より詳細に光情報っていうのを後で可能な限り、編集で、編集でも操っていきたい。よりクリエイティブなルックを作るために、より込み入った編集をしていきたいっていう方であれば、 えー、現状、ログで収録するのが最もコスパが良いと、と、えー、いうことでございます。えー、それ以外に、ローで撮る。今で言うと、おプロレズローとか、ブラックマジックローとか、あのー、シネマカメラであれば、まあ、その他の形式のローとかもあるんですけれども、まあ、一眼カメラだったら、今って、えー、っと、あ、ブラックマジックデザインの BMPCC シリーズとかは、もう内部ローが撮れちゃうので、そこは一旦もうシネマカメラとして除いて、 デジタル一眼カメラで考えたときに、えー、ロー収録をする方法は、えー、Ninja 5とか外部レコーダーを使って、プロレスローを収録するか、えっ、ー、と、ブラックマジックのあの、ビデオアシストを使って、ブラックマジックローを収録する以外には選択肢がないんですけれども、そのローっていうのは、写真のローと一緒で、センサーが受け取った光情報を、えー、内部で、えっ、ー、と、割り、その、色情報として割り当てる前の、 生データなので、最も、えー、センサー性能を活かした収録をしたいと考えれば、やっぱり、映像でも、ローで収録する必要があるんですけれども、データ量が大きかったりとかして、長回しの現場とか、えー、すごく、うーこう編集が、編集期間が短くしなければならない現場においては、ローってね、扱いきれないんですよ。なので、 えっと、やっぱり、ログが一番今コスパが高い、えー、っと、収録方法だと思います。はい。で、僕、YouTube なんかは、本当レ REC709 のビデオガンまで撮って出しっていう感じ。撮って出しじゃないな。撮って、軽くラット当ててっていう感じだったりはします。なんですけど、えー、っと、MV 作ったりとか、それ以外のこう、作品ものあと、ライブ映像の収録とかも、やっぱ可能な限りレンジは活かしたいので、ログで撮ったりします。はい。なので、 これからもっとグレーディングを楽しみたいとか、えー、っと、もっと光情報をしっかり残しておいて、編集をもっとより緻密にやっていきたいという方は、えー、ぜひお手持ちのカメラの中でログ収録できるのであれば、えー、ログで撮っていろいろいじくり倒していくのが、あの一番、より質の高い映像を仕上げていけるんじゃないかなと、えー、思います。で、ログは使うんでもやっぱ8ビットのログよりが圧倒的に10ビット、 で、えー、ログを収録する方が、まあ業界標準だったりするので、えー、可能な限り、10ビットログで扱っていくのが一番いいんじゃないかなと、と、えー、いうふうに、えー、思っております。ということで、今日は、えー、ログについてのお話でございました。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。またお目にかかりましょう。熊沢でした。